にちは。シーズンを前にですね、毎日忙しくしています。かねてからね、ちょっと預かりしちゃってるね、 KW4 ね、トヨタさんの最強マシーン、FET でね、いろいろこう発信させてたのをね、普通のバイポーラでやろうと思ってね、いろいろ下実験を重ねてきたんですけどね、これでいけるかなっていう感じになってきたので、ぼちぼち直しています。大きい機械はね、部品がいっぱいついてるんでね、これ大変なんですけどね、はい、ぼちぼちねやっております。今日はあったかいですね。もうイースポもそこまで来てるんじゃないかなと思いますけどね。ご自慢の機械でね、今年もねいいことあるのかななんてねいう感じですね。はい、また動くようでしたらね、またこれ動画でもね撮影したいと思います。